お疲れ様です。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いやー、所さん、ナイス DJ。ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃよかった。もう、なんか、毎回、めっちゃよかったで、このね、風邪こそが始まってしまうのが、なんか、語彙力ねえのか、手乗りって思われてしまうんですけど、めっちゃよかったものがよかったんですよ。いいものはいいんですって、っていうところでね、楽屋こそ、こう。やっていきたいと思うんですけども、はい、ではですね、今回はアニステップスペシャルということでね、バラカモンガラージュンスクラッチということでね、バラカモン、これね、長崎の、島の方言なんですよね。うん、あ、島なの。あ、そう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 、はいはいはい、そう。というわけで、今回はですね、この長崎県の、アニクラアニステップですね、アニステップさんから、まあね、うちの、ルピーリレーもね、レギュラーといいますか、まあ、メンバーである DJ トムスですしと、はい、あとは、ゲスト DJ で、所さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。さあ、じゃあ、さーっと振り返っていきますか。うん、ささっとだとちょっと失礼な印象になってしまいますが、サーバーの感じにね、振り返っていこうかと思うんですけども、yes. いや、じゃあね、順番でいきましょう。はい、まずはトモさん。はいよ。いややっと来たかっていうね。もうやっとね、またはよでーはよでー、長かったねえ、ごめんね、なかなか休み取れんで全然ルーピーリレー復活が、復活宣言が4月末の、はい、で今、もうそろそろ7月、いや2回3ヶ月ぐらいかかったかな。うんもう3ヶ月経ったの、復活して。早いね。早いね。すげえな。どうした。まあ、そんな感じでね、まあ、DJ ともさえすし、ずっとね、裏ではね、めっちゃお仕事手伝ってくれてたんですけれども、うん、まあ、アクターといいますか、プレイヤーとしては初。初でございます。登場ですね。Yes. どうでしたよ、トムさん。いやー、なんかもう、久しぶりすぎて、ちょっとね、正直言うと、ちょっと緊張してました。やっぱ緊張するもんなんだね。特にルピーだもん。なんだね、ルピーリレーってさ、なんかそう緊張するイメージあるんか。いやー、なんとなく。なんとなく、うん、確かにね。配信ちょっと緊張するよね、なんか。そうそう、なっちゃうんだよな。俺、現場の方が絶対緊張すると思うけど。いや、配信は配信で、なんかまた別の緊張感があるっていう。なるほど。まあね、アーカイブとして残ってしまうっていうね、怖さはありますね。それ。うん。大丈夫ですよ。僕、失敗しちゃうんで、カットしてくださいって言われたら、僕、カットしますので。はい。そうね、トムさん、なんだろうな。とりあえず、トムさんの、こう、2020年式トムザ SC を見れたのかってところですね。うん。まあ。割と最近のスタイルをちょっとやってみた感じで、今日は。なるほど。そうね。なんかね、実はその、トムさんが DJ してるときに、これね、ルーピーの面、ルーピーズにさ、ほら、キャッチコピーを私、なんかこう、つけてるじゃん。うん。で、まあ、アニソンの、アニソン DJ の本田忠勝、まあ、ルーピー DJ の本田忠勝だったり、うん、アジアンアンダーグラウンドだったりとかさ、うん、結構今日のね、トムさんも固まったかなと思って。お、マジで。なんかそのキャッチコピーこれでいこうっていう感じではない、まだちょっとふわっとしてるんだけど、甘いと辛いだなって思って。おお。そう、多分トムさんしかやらないと思うんだ。フューチャーベースから急に爆裂系のラップ、ブラックミュージック系のトラップとかに引っ張ってくる人。ゴリゴリの真っ黒に行く方。そう、ギャングスタラインとサブカルかわいいラインをこう行ったり来たりするタイプってトムさんだなって思って。ああ、確かに。そうそうそう。あるかも。そのなんか路線ってなんか多分同じ BPM 帯でスイッチ
してるときに、なんかその、何か挟んでそっちのジャンルにシフトするっていう DJ はいるかもしれないけど、うん、その2つを、行ったり来たりで、それがトムさん SC なんだっていう風に見せれるのってトムさんなのかなって聞いてて思った。ああ。うん。なるほど。そう。なんで、なんか甘いと辛いをテーマに、なんか今俺、可愛いバッドホップとかさ、バットでもねえなみたいな。そう、なんか可愛いホップだとなんかただ甘いだけだしみたいな。なんかちょっともやっとしてるんだけど、なんかそんな感じのキャッチコピー作れたらいいなってちょっと思いました。ああ、ありがとうございます。はい。で、そうだね。あとはそのやっぱりさ、トムさんの DJ を一番僕が最後に見たのって多分京都に呼ばれた時のやつかな。ああ。あのメトロで、そうそうそう、メトロでトムさんが DJ して、でタコ作と俺が遊びに行ったやつだね。あー、あったね、あれね。そう、多分あれ以降は多分 Twitch をずっとまあ見てはいたんだけど、うん、っていうところで、今日改めてしっかり丸1時間その手元も見させてもらいながら聞いて思った点としては、うん、前の粗さがほぼなくなった。ああ。っていうのは、感じた。あのね、そう。もう本当にすげえ綺麗になってる。ああ。ありがとう。そう。なんだろうな。もう今、それが改善されてるから、言うんだけど、トムさんって、スクラッチバカうまいじゃん。CDJ のスクラッチっていう。もうルーピーの擦る人って言われてたぐらいだから、まあ、スクラッチがバカうまいっていうところがあって、で横フェーダーの使い方がめちゃめちゃうまい人だと思ってたの。あ、そうそうそう。で今日、思ったのは縦フェーダーの調整の仕方がバチうまくなってたのと、 あとはね、多分これトムさんの癖なのかもしれないけど、うん、結構早めにパッてつなぐときに昔 0.2 拍とかずれててもそのままゴリ押してた。あ、やってたね。そう、そのまま1枚みたいな、うん、そこがね、調節をしてグループキープに走るようになっててめっちゃ聞きやすくなった。ああ、その辺はね、はやぶさくんも言ってたかな。はやぶもなんかね、動画を見て、 EMC かなんかの動画を見て、いや、なんかテクニック上がってるよねトムさんみたいな話はしたんだよね。はい、うん、だからね、なんかもう本当にいろんな現場経験していろんなもの吸収して上手くなってるなみたいな、ね、そんな、ね、こうなんか里親じゃないですけどまあ昔は知ってるとね、余計にね。そう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 。昔から見てくれてるからね。そう、やっぱね、なんかこれ 10年前のデータと、まあその10年あって成長してなかったらおかしいって話なんだけど、すんげえ変わってて、ああ、いいとこ、うん、いい、いい、おいしい、おいしいっていうふうに思ってました。ああ、ありがとうございます。はい、そんな感じの僕の印象はその1時間でした。あとは、まあ、映像のところもね、まあ、うん、本当にトムさんはもうデザインがね、いろいろやれちゃうんで、そこもね、こう画角に現れてたかなっていう感じはしますよね。まあ、実は言うとね、今回の、うん、サムネイルも僕が担当したんですけど。そう、皆さん見ましたか、トムさんのサムネ制作してみた動画。まだ見てない方もしいましたらですね、この後の再編集版では概要欄に貼っておきますので、皆さんチェックしてみてください。お願いします。はい、という感じですかね。あとはなんかタコちゃんとブロ君的に久しぶりのトムさん聞いてどうでした？まあ、トムさんがやってる時も言ってたけど、なんかその、まあ、単純にこう腕が上がってっていう話の中で、うん、なんかその、うんうん、まあ、トムさんは根が真面目みたいな話で、で、それで、なんか、はいはい、なんて言うんだろう。まあ、こういうデザインとかやったりとか、まあ、その、うん、
スクラッチとかも多分好きじゃないともうやらないだろうし、そんな。いや、なんか好きなことを真面目にやった正当な、この成長というか、はい、そんなイメージ。ーで、その、だからまあ、俺はこのルーピー最新動の時にずっと思ってたのは、もう、あの、タコちゃんと俺とトムさんは、DJ が楽しくて、音が楽しくて、やってて、結果、こうなってる人たちだから、やってて楽しいっていうのは俺はすごい思って、はいはい、それはね言ってて、なんかまあ DJ って持ってるっしょみたいなとか、まあ、なんかもう適当でこれでっしょみたいな、うん、適当な感じ、なんか面白いから突き詰めたとか、うん、あのこれがいいとか、これでいいじゃなくてこれがいいみたいな、うん、人たちが集まってるからいいかなっていうふうに。てるので、まあそれがだから早よトムさん出してよっていうふうにずっと言ってきてなるほど、そう、まああと一番気になるのはあの天然話を聞きたいかなっていうそコメント欄に書いてほしいんだけど、トムさんの天然話を聞きたいっていう、トムさん意外に天然だっていう話、天然じゃないですよ、そうかな、いや、あの資格がないなら申し上げますと、トムさんはマジで天然ですよ。なんだってあれっていうところ、あれってなるから、あの天然パーマとかいうわけじゃなくて、違うあのなんだろうな、人に害を与えるタイプの天然ではないから、違う、そういう感じじゃなくて、怖いんだけど、なんだろう、いいキャラなんだよ、すげえ、いいキャラなんだよ、むちゃくちゃトムさんはいいキャラな方なんだよ、なんかさ、天然って言われるとさ、なんかこう、ネガティブなイメージあるじゃん、なんかね、アホそうというか、違うアホそうとか、うん、空気が読めないとか、違う、そういうものじゃなくて、なんだろうな、トムさんが天然なんだよ、すごいよくわからん、わかんないけど、トムザイ寿司感があるじゃん、すごい、それそれ、トムザイ寿司感があるよ、トムさんは甘やかしの天才だと思っているっていう、ね、どういうこと、あ、まあまあまあ、そういう風にも取れるんかな、なんかね、いいキャラですよね、なんて言えばいいかわかんないけど、あ、ごめんなさい、ね、僕 の、 あの配信の画面、ちょっと止まってまして、コメントがごめんなさい、見れてなかったんですけど、T テルヒサって、これテルじゃない、あ、いや、違う、これはあのテルさんとは違う、うん、あいつとはまた別で、ね、テルとは違う、あ、うん、T テルヒサさんいらっしゃいませ。で、岩下三号さん、こんばんは、いらっしゃいませ。これは何て言うんだ、枠連政府、生き連政府、生き恋政府、清風。生きな恋の清風。ごめんなさい。読み方がちょっとわからないんですけども、こんばんはって来ています。ありがとうございます。はい、こんな感じにね、ルピーリレーの特徴なんですけども、ご出演いただいた DJ さんに、どんな感じでやったかとか、まあね、この音を聞いただけ、DJ のプレイだけを聞いただけでは伝えきれない部分っていうのをですね、楽屋放送の方で補足をさせていただいております。さあ、というわけでね、まあ、そのトムさんの天然話は、まあ、ちょっと一旦置いときまして。あのね、今、徳呂くんが言ってたところちょっと一回掘り返そうかなって思うんだけど、あのね、トムさんのそのスクラッチに対する情熱じゃないんだけど、トムさんは事前の仕込みが多分普通の DJ との3倍はやってるよねっていう、お話。そう、例えばさ、そのアニソンの DJ さんですよ、なんとかっていうイベントが決まりましたってなった時に、まあ、あらかたどんなことやろうかなって、まあ、その考えるじゃない、うん、はい、で、まあ、その中で、トムさんってその自分のその日とかこういうことをやりたいとかっていうそのビジョンから考えるタイプなんじゃないかって思ってて、ああそれはあるかな、そう、例えばさ、そのスクラッチ1本にしてもさ、例えば
よくさ、トムさんがやるのが、アニソンのオフボーカルの、いわゆるそのインストだけ流して、で、ボーカル引っこ抜いてきて、ボーカルでスクラッチして、で、ルーティン作ったりとか、そこからマッシュ引っ張ったりとかってするじゃない。うん、やるやる。そう、あれをやる人って、よくよく考えてみたら、そんないねえなと思って、アニソン DJ さんって。ああ。そうそうそう。まあ、そういったところで、事前の仕組みはすごいしっかりやる豆で、デザイナー気質で、まずやりたいビジョンを逆算して細かく細分化するタイプの DJ なんだなっていうのが、やっぱり今日の配信からちょっと見て取れたかなって思います。ああ。どうでしょう。そんな感じします。ビジョンから作るタイプ。あ、確かに、なんか、こういうことやりたいっていうのは結構、事前に考えて、で、なんか、なんかいろんな参考になりそうな動画とかもいろいろ見たりとか、はい、よく見てるのがそれこそもうレッドブルスリースタイルとか、うん、あはいはい、まあ、なんか DMC っていうよりもなんかスリースタイルとかよりうん、そうだね、参考になるかなと思って、なんかそういうの見たりとかして、なんかこういうところをアニソンに引っ張ってこれないかなみたいな考えて、ね、でそっからネタを作っていくみたいな。なるほどね。そこの、うん、情報を輸入して踏襲してるっていう感じなんだ。そうね、結構そういうのが、ね、皆さんいいですか、結構今ためになるお話トムさんから出ましたよもしなんかこうトムさんの、ミックスとか技術とかどうやって考えてるんだって、こういう話ってさ、クラブとかでやるとさ、うん、あーもう一つよで終わるじゃんのがね、そう、あのさ、あごん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 、めっちゃよかったです、DJ どうやったってんすかって、いや、もう適当っすよ。ぐらいにしかならない。俺もなんか よく頑張りましたって言うしか言わない。そうね、まあ、じっくり話すことでもないって、そんなことで乾杯しましょうよ、みたいなね。まあね、そうなっちゃう。そこをあえて、ルピーディエは、あえて掘り下げて、皆さんにお伝えできたらなって思ってるんです。はい。まあ、そんな感じのトムさんでした。お、じゃあコメントちょっと拾ってみましょう。ちなトムさんに分かりやすく説明すると、Y は、カイト、カイトちゃん。カイトです。うん。カイトさん。うん、あれ知り合いでした。はい。トムさんの構成がすごすぎて、あーってよくなる。ありがてえ。Y が思うのは、イベントの客層を考えて分析してるのかなって思ったことは、ある時期あった。あー。客層分析するっていうか、逆になんかこっちの方からこういう雰囲気にしたいなって思って、うんうん、ああ、雰囲気に合わせる DJ じゃなくて、なんか自分がみんなを引っ張っていくような DJ やりたいなと思って、うん、確かに。トムさんはそのタイプだね。うん。多分ね、グルーブキーパーのように見えてかなりのアグレッシブに攻めていくタイプだと思う。だって挑戦心がなかったらフューチャーベースでスーパーシールこすんだよ。そう、やっぱね、なんかそのやってみたい、トライしたい感がね、やっぱ随所随所現れてるなっていうのは思いました。なんか一手間加えないとやっぱちょっと気が済まねえってところはあるかな。いや、でもいい DJ の証拠だと思いますよ。ありがとうございます。はい、わかりました。というわけでね、そろそろゲストの所さんに、はい、ステージしたいかなと思います。所さん、大丈夫でしょうか。あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。改めましてお疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、もうね、すごいこう BPM110 スタートから160、170、180まで上がったんですかね。上がってまた戻ってみたいな、こう波緩急のある、BPM で緩急がある感じだと思うんですけども、すべてアニソンのミックスで。で、雰囲気もすごい、最終、ちゃんとその締めっぽく作っていくっていうところに、ああ、さすがだなって思ったんですけれども、今日は所さんもいかがでしたでしょうか。なんかこう、ご自身で考えられる、どういうことやろうかなとか、考えられそうなところあるんですか。まあ、あんまりこう、何をやろうというか、やっぱ僕もですね、その、かけたい曲を、はい、なんかこう、なんか複数、こう、数曲考えて、
まずじゃあこれをいつかけようかなと、はい、いうのを考えてから周りをこう固めていくタイプなんですね、はい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 、なんでその何やろうかなというか、まあちょっとこう、まあ、流行ったり、まあ、あの、リミックス界隈でもですね、そのリミックスを流したり、こう、作ったりっていう人の中でも、これ、今、流行ってるというか、ものすごくこう、人気があるぞっていうのを、はい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 、まあ、なんか、例えば、1個入れて、まあ、僕も好きだな、となった時に、はい、あとはもう、こう、それをじゃあ、中心に置いたら、こう、前はどうしようか、後ろはどうしようかってなった時に、まあ、今日は、ちょっと、ゆっくりめでスタートしようかな、と。思ってですね、まあ、配信なんでやっぱりこうスタートは、はい、切り替えた方がいいのかなとか、まあ、そういうことはちょっと考えながらやってた感じですね。ああ、なるほど。今ね、画面越し、画面がね、静止なんでわかんないと思うんですけど、お話聞いて僕、口開けて、あーって言ってました。なるほどね、みたいな、あーを言ってました。全然伝わんねえのに俺何やってんだと思ったんですけど、電話越しでお辞儀しちゃう人。あるある。ちょっとね、そんな感じになってしまったんですけど、なるほどですね。そうですね、いわゆるそのミックスというか、その選曲をしていく中での一つのやっぱやり方ですよね。どこで何を使うっていうのをあらかじめそのポイントを作っていって、そこからこう延長して引っ張っていってつないでいくっていうような感じのスタイルですよね。そうですね、はい、はい、これね、いいんですよ、皆さん、ぜひ、真似てください、これ。すごい勉強になりますよ。例えば、これ、すごい、これからね、DJ を始める方に、老害 DJ 手乗り紙からの、これを聞いた上でも、一つ、超勝手なアドバイスタイムなんですけれども、ですね、これ、全ジャンルでやってみてください。じゃあ、10分のところで、ヒップホップのこの曲、20分目のところでハードコアのこの曲、30分目ぐらいのところで何々のこの曲とか、まあ、あとはケツ何で締める、頭スタート何にするみたいな。これね、起承転結じゃないんですけど、その転換ポイントじゃないけど、ポイント作っていくと、波が作れるんですよ。で、その波作っていく間でグルーブキープもすごい上手くなるし、違和感のあるところとか全部削ぎ落としていけれるんで、これ練習法として最強なので、ぜひ皆さんちょっとやってみたいとかトライしてみてください。いや、所さんありがとうございます。ちょっとアドバイスの方向にもなっちゃうようなね、いい話を聞かせていただきました。あとはそうですね、今回このリミックス、本当に実はごめんなさい、僕が、知ってるようなリミックスは多分タンクぐらいしかなかったんですけども、はい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 、今はアニリミはどうですか、どこで掘られてるとかっていうのはあるんですか。アニリミはやっぱりもうサンクラが中心ですよね、今でも。で、ただサンクラも最近、まあまあ、皆さん配布していただけるんですけど、あともツイッターで、はい、トラックメーカーさんが、こう突然今日誕生日だからとか、あとクリスマスはですね、はいはい、ああはいはいあるある。トムさんあれですよね、アニステップのグループメンバーのグループラインでクリスマスこれ出たぞあれ出たぞっていうのをみんな貼り付けていってましたよね、去年。情報交換してましたね、あの時。そうそうすごく助かったやつなんですけど。あとはもう、あとはちょっとあれですね、最近イベントで配布があるんで、はい、そのイベントに来場者特典ですね、で、それにまあ遊びに行ったりとかっていうので、こういろいろ、まあ、もらったりっていうことしてますね。例えば、所さんだと、東京、普段東京で、で、長崎に、はいはい、都会の時だけ長崎に行かれるっていう話があったと思うんですけども、はいはい、結構その東京でそのトラックの配布イベント、配布もある、クラブに遊びに行くっていう感じなんですか。ありますね。まあ、そういうイベントありますし、一回というか、まあ、遠征で、大阪、やっぱ今、リミックス作ってる方、まあ、東京と大阪にやっぱ、なんとなく、頼ってる、イメージがあって、はい、で、まあ、大阪とかも、遠征したりしましたね。まあ、それは単純にイベントに行きたかっただけなんですけど、はいはいはい。そういうことは。オーガナイザーの、これ、大事な部分ですよ。プロモーショントラックは人を引きつけるパワーがあるっていう証明ですかね。皆さん、いいリミックス作られますよね、本当にって。
思います、本当。最近その DTM が多分あの、ハードルがこう下がってるとかよく言われますけど、その中でもやっぱ皆さん、あの本当いいリミックス作られてありがたいなって、本当思いますね。はい、そうなんですよ。やっぱりね、DTM その、確かにハードル、その、中国のハードルがやっぱりめちゃめちゃ下がってきてるんですよ。その国に、ずっと付きやすくなってるかもしれないけど、やっぱり学ばなきゃいけないところが結構あったりするんで、うん、まあ、そこがね、ところが楽しみだと思います。確かにアニメで、やっぱりアニメに、ちょっと一昔前の話だと、いわゆるニコニコで曲をアップしてた方が今プロとして活躍されていらっしゃるって方が多くて、で、その次が多分アニリミなのかな、アニリミとかでこう名を馳せてもらってるっていう、方がちょっと最近増えてきてるっていう印象なんですよ。うん、そうですね。はい。いや、皆さんアニリミ、やっちゃいけないことのように人に収入するを別にお金にしてて大丈夫ないです。お金にしなきゃ大丈夫だけど、あんなにやっていくんですよ。で、確か僕も今会社の記事で出したんですよ。お金にしてしなきゃいいみたいな、いいわけでもないんだけどみたいな。まあまあまあ、まあ、いろんなね、あの考え方ございますから、といった多いときに、まあ、そうですね。まあ、あとはそのチョコロさんの曲、そうですね、まあ、本当にブルブルが気持ちよすぎてずっとバーッと聴いてられてたっていう感じなんですけど、あれですか、あのチョコロさんはこう好きなアニメとかはあるんですかね。なんか好きなアニメですか。はい、なんかもともとなんかやっぱその、はい、兄リミから入った方っていうふうにお話を聞いてたんですけど、あの DJ というものはやっぱりあのちょっとあのなんだ、放送始まる前にお話ししましたけど、はい、あの僕モグラでこうずっと遊んできたんですね。で、あのモグラってやっぱそういうそのなんていうんですかね、あのまあリミックスが流行ってたイベントも多い、まあ今もやってますけど、あのアニソンマトリックスとかでかいイベントがやっぱりあって、そういう中でやってきたんで、で、一方、なんか、あの、それで DJ というかもうクラブはそういうものだというふうに思って育ってしまったので、なのでこういう DJ をやってるっていうところですね。で、アニメ自体は僕はあの、今日一曲は流したんだ。ガンダムがずっと好きで、あのちょっと DJ とは全然関係ないんですけど、もうガンダム好きなのと、あとはあのなんて言うんだろうな、青春系のアニメが好きで、途中でかけてまして、あの、はい、青豚とかですね、はい、あのそういうのがもう大好きですね、やっぱり。なるほど。俺やっぱりなんですけど、所さんとやっぱ一回飲み行かないとダメな気がしてきましたね。ガンダムと、青春アニメ、僕もめっちゃ大好物なんですよ。あ、そこ繋がるって今ちょっと思ったんですけど、ここからこの2つのトークさせていただいてもよろしいですか？大丈夫です。大丈夫ですよ。ガンダム何が好きですか？ガンダムですか？僕は一番好きなガンダムは、あれですね、0083が大好きで、もうストーリーは、結構、酷評されるんですけど、はい、やっぱガンダムってかっこよさだと思うんですね。ああ、はいはいはい、はい。やっぱモビルスーツのかっこよさは、やっぱこう、0083はすごい完成されてて、いいなぁと。僕、ゴテゴテしたガンダムが好きなんで、はい、電動ですね。うん。あら。めっちゃいいところで通話が途切れたー。もしもーし。おや。出ましたね。所さん。いや、電ドロはいいですね。電ドロは最高。電ドロの話、所さんが戻るまで引っ張りますよ、私。電ドロもいいけど、俺はもう、サイサリスの、下手2号機の、
顔面の悪役感が、なんていうの、確かにモビルスーツなのにロボのくせにこの悪役顔はすごいなみたいな。確かにこれはある。そう、ロボの顔面の表現としてっていう。確かに。そうそうそう。災害時はガンダムのくせに悪さしかしてません。そう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 。でも俺あの足がこうめちゃくちゃでかいじゃん、あいつめちゃこうなってる。あのもうドムとかのさ、ね、そう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 、あの下半身がマッシブな感じがめちゃくちゃ好きやね。はい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 。まあ、結構スーパーロボット好き。おお、切れちゃいました。すいません、戻りました。いいえ、とんでもないです、とんでもないです。デドリームの話続きましょう。はい、サイサイドの話で繋いでおきましたね。そう、サイサイドで繋いだんで。いや、確かに悪役ですよね。デンドロのあのゴテゴテの感じね、あれは確かにかっこいい。そうですね、あの、ガンダム、だからそういう意味では、あの、ダブルオーとかも楽しかったですね、すごく僕は。ダブルオーか。ダブルオーもこういろんな要素が、あの、まあ、モビルスーツ、あの、ゴテゴテしてたりですね、あの、いろいろしてたんで。はいはいはい、はい。あれは好きでしたね。ああ、なるほど。AT3 とダブルオーか。いや、いいとこ行きますね。じゃあ、これ結構僕がガンダムのトークをするときに、どうしても意地悪って聞いてしまう話題なんですけれども、はい、まあ、なんとなく差し付いてるかと思うんですけども、G ガンダムってどう思いますか？ G ガンダムは子供の頃は僕嫌いでしたね。あの、今はああいう形はすごくありだなって、そのビルドファイターズとかいろいろあったじゃないですか、最近でよくですね、はい、まあそれの元になってて、まあ、ガンダムっていろんな表現の仕方があるんだろうなと、はいはいはい、いう思いが出てきて、好きになったというか、まあ、スパロボではすごく使ってましたけどね。なるほど、なるほど。ちなみに僕がですね、08が大好きなんですよ。08どうですか？僕、あの、所さんのその青春プラスガンダムイコール08って出てくるんですけど、そうでもなかった。08、いや、あの、僕、ガンダムは基本全部好きですよ。好きなんで。あの、08は08で良かったですね。ただ、ちょっとこう、ファーストガンダムの、なんていうんですかね、あの、はい、パラレルワールドみたいにやっぱなってるんで、はいはいはい、なんかちょっとこう、と思うところもなくはない。あー、なるほど。確かに、宇宙世紀時代にアプサラス開発できる余裕あったんかっていうのはちょっと思っちゃいますか。あれがあれば本当勝てたんじゃないかって思います。思いますね。なるほどですね、わかりました。ちなみに青春アニメの方なんですけれども、はい、こちらはあれですか、青豚っておっしゃってました。青豚と、はい、あの、僕青豚とあのジャストビコーズって、うんうんうん、あの、知ってる方は知ってるんですけど。よし、国力にパス。ジャストビコーズで、こう、ですね。あと、青豚は、劇場版とか僕本当に、いい大人なんですけど、なんか最初の方から泣いてましたね。いやー、最高ですね。なかなかあんな完璧なアニメはないですよ。ジャストビコーズ。青豚も。青豚か。はい。青豚、俺、めちゃくちゃ良かったのは、こう、なんていうのかな。まあ、最初、もう、誰でも、絶対、舞さん好きになって。はい、はい、はい。その、キャラごとに、あ、や、こいつ、こんな可愛いんかっていうけど、でも、最終的に、やっぱ舞さんだよね、っていうのが、ずーっと頭について回るというか、はいはい、早川とかも、結局、加藤めぐみなんだよな、で終わるから。結局桜島舞なんだよなーで終わるのが、こう、なんていうのかな、見てて安心するというか、はいはいはい、はい、すごい劇場もめちゃくちゃ、もうすぐ見に行って、もうめちゃくちゃ良かったです。いや、良かったですね。でも、でも僕はあの古賀智恵ちゃん派なので、あー、めちゃ分かりますね。なんていうかね、劇場版を持ってかれたなって感じがしましたね。すごく
あれはずるいっすよっていう。なるほどですね。ちょっとあの青春あれですね、青豚って青春豚野郎は、あ、そうそう、バニーガール先輩の夢見ないのの話ですよね。そうそうそう、そうですそうです。僕ちょっと見返すというか、あの見ます。そう、俺のそのイメージとしては評価と化け物語を足して2で割ったような感じ。ちょっとあでもまあ、うん、SF とは言わないけど、はい、ちょっとなんか特殊なこうなんか思春期症候群かっていうのがあって、でそれをこうなんか探偵のようにじゃないけどこう解決していくっていうか、そんな感じのアニメで、じゃあ何だろう、いわゆるその中二病っていう言い方もあるかもしれないけど、何かこう青春にありがちなものを探偵として何かその簡易的なものとして解決していくみたいな、まあ、めちゃくちゃざっくり言うと探偵でもないんだけど、その主人公と関わってる子が、例えばなんだろうな、例えばそのさっきから出てる舞さんはアイドルなんだけど、はいはい、それでなんかその学校にあんまり来てなくて、でなんかその存在が忘れられてるんじゃないかみたいな感じで、で本当に周りが認識しなくなるみたいな、あで主人公がそれを何とかしたいとかあったりとか、どうしてもこの楽しい時間が過ごしたいっていうので、もう世界がずっとループし続けるとか、そういうのがあって、ハルキそうだろう、ハルキっぽいのがあったりするんだけど、なんかそういうなんていうのかな、そういうなんか思いの強さ、思春期の思いの強さにがこう具現化しちゃうじゃないけど、そんな感じの、もう結構どうなるんだろうっていうのもあるし、こう恋愛模様も面白いし。なるほどですね。一つ私今その話聞いてすごい興味も湧いたんですよ。興味湧いたんですけど、あのタイトルからその内容わかるかな。そうね。そういうアニメだってわかんないじゃん、あのタイトル。先週舞台郎はバニーガール先輩なのよ。いやだってさ、なんかあのタイトル見たらさ、なんかすんげえダサくアニメ作ったのかなって思っちゃう。あ、まあ萌え豚アニメかなみたいなね。そうそうそう、うん、違うんだね。ちょっとしっかり見させていただきます。なるほどですね、わかりました、ありがとうございます。なるほど、青春アニメ。ちなみに僕はもう本当にちょっと所さんがかけていただいて感謝しかないんですけども、僕トラドラが大好きなんで。はい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 、僕トラドラの手乗りタイガーから僕の DJ ネームの手乗り紙の手乗りって来てるぐらい好きなんで。あ、そういうことなんですね。そうです。そう、手乗りタイガーの手乗りってやばいなって思って手乗り紙って言ったんですけど、はいはい、そんな感じですね。なんか一つね、なんかメッセージがコメント欄削除されてしまったのがあるんですけども、まあ、じゃあそれはちょっと見なかったことにさせていただきましょう。で、コメントいただいております。イワシさんは、クリスマスとか、クリスマスとかいうアニリミ DJ の戦場。あ、さっきのダウンロード合戦の。はい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 。なるほど。ね、今みんなクリスマスプレゼントを心待ちにしてるわけなんです。わかりました。ありがとうございます。